どうも、ヨシャルです。ではまずはじめのこの部分。ここは D をこう押さえます。そして4弦と2弦と1弦を同時で、僕は4弦はピック、2弦1弦は中指と薬指を使って弾いています。で、もしこの中指と薬指がやりにくい方はですね、ピックで4弦から4、3、2、1弦を一度にジャーンと弾いてもらっても大丈夫です。こうするとね、3弦鳴っちゃうんですけども全然問題ありません。で、4弦、2弦、1弦を同時に弾いて、次に3弦、2、1同時、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 3弦、2、1同時に4弦、開放弦と続けます。次の部分、ここは D のところをこう押さえます。そして4、3、2、1弦同時、そこから3弦、2弦、3弦の順番に弾いて、もう一度4、3、2、1を同時に弾いて、ハンマリングで1弦2フレット、そして2弦3フレット、3弦2フレット、4弦開放弦。そしたら次に Am7 をこう押さえます。そして5、4、3、2弦を同時にジャーンと弾いて、4弦、3弦と続けます。そこから5弦開放、4弦2フレット、3弦開放、2弦1フレットを同時にジャーンと弾いて、3弦の2フレット、3弦開放、4弦2フレットと続けます。この部分ゆっくりと押します。次の部分、ここは D をこう押さえます。この D の部分は、さっきやったのと全く同じなんですけれども、4、3、2、1弦を同時に、そして3弦、2弦、3弦、また4、3、2、1弦同時、ハンマリングで1弦2フレット、2弦の3フレット、3弦2フレット、4弦開放弦と弾きます。そこから Am7 をこう押さえます。そして5、4、3、2弦を同時、そこから4弦、3弦と弾いたら、次にこう押さえます。そして5、4、3、2、1弦を同時にジャーンと弾いて、5弦、4弦、3弦同時、そしてまた5弦と続けます。この部分ゆっくりと押します。それでは初めからゆっくりと押します。